はい、皆さんこんばんは。今夜も始まりました、姫の姫ごと。今夜はどんな姫ごとを聞かせていただけるんでしょうか。非常に楽しみでございます。はい、まだ放送としては始まったばかりですので、まだまだこれからというところもあるかもしれませんけれども、皆様からのいろんな質問も、番組の最後の方で、チャットで入力していただけましたら、姫からですね、さらなる姫事を聞かせていただけるのではないかと思いますので、ぜひチャットでの参加もよろしくお願いいたします。それでは、姫よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。3回目の放送、姫の姫ごと、皆様の遊び目、姫でございます。今宵もそっと皆様のおそばに参ります。皆様1週間いかがお過ごしでしたか。さて、今回は4月のテーマ、エネルギー、3回目ということでしてね、この3回目は、質についてのお話です。と、うちのね、家に古い額がありまして、衣食足りて己を知るってね、書いたのがあるんですね。衣食住の衣食なんですけども、これは、うちの祖父が、とってもね、大事にしていたものでして、今もずっと、飾ってあるんですけども、で何か あるとそれをちょっと見てね、あ、そうだなって思うことがあるんですけども、戦後ね、物のない時から、昭和もずっとこう、生きてきて、で、まあ結構ね、日本がそういう経済的に、すごくね、盛り上がってた頃に、まあ亡くなったんですけども、そのね、祖父がすごく大事にしてきた言葉だったんですね。で、祖父の頃は、その、衣食足りて、そのね、所有というか、もうとにかく、いろんなものを持ちましょう、所有しましょうっていう時代だったんですけどもね、今ね、これから、私たちに必要なことって、大事な人に何かしてあげたいっていうね、気持ちだと思うのですよ。所有から共有って言うんですかね。で、これだけ流通も通信も発展しているからこそ、そこに心というものを乗せることで、うんと伝わっていくんじゃないかなと思うわけです。ね、その流通とかなので、お商売とかでね、あってもそうじゃないかなと思うんですけども、その中で、今までいろんなことね、してもらうことしかしてこなかった私たちが、一体どうすれば、誰かのために、心からね、何かしたいと思えるのかって考えたんですね。考えましたらですね、まだまだ、私たちの意識ではね、完全にそこまではいきません。やっぱりこれからこうね、世界作っていく上で、そういう気持ちっていう風にどんどん、教育とかもですけど、また切り替えてね、行くっていうのことを、この前ね、おちゃんが言ってましたけど、なのでね、まずね、単純なんですけども、自分自身を満たしてあげることっていうのも、とっても大事なんじゃないかなと。これがね、親子、お母さんと子供とかなりますと、お母さんっていうのは、なりふり構わずこうね、子供にっていうのがありますし、子供はやっぱり親のことが大好きですから、本当にそのね、全部で愛を受け止めますし、で、その思いを素直に受け止めることができるっていうね、すごい素晴らしい関係なんですね。でもなんですけど、このエネルギーの質っていうのがすごい大事なわけでして、エネルギーの質が
まあ、例えばなんですけど、お母さんの存在のための子供であるになってしまうと、そこでね、そのお母さんから子供に注がれるそのエネルギーっていうのは子供の栄養にならないんですね。例えばね、ちゃんとご飯が作れなくっても、例えばね、まあ小さいね、子供さんいるお母さんとかでしたらば、思っていた時間にね、寝かすことができなくても、それまでに子供に対してどんな思いで接していたかっていうのがね、これが質になるんですね。そして大事なのがお母さん自身が自分を大事にしているかというのも結構大きなポイントになってくるわけです。で、肉体として生きていけるのは、頑張ってもね、100歳とか、普通だったら、まあ、90歳とかね、80年と少しぐらいとか、なんですけれども、お年をね、召されていて、穏やかにね、過ごしていらっしゃる方って、たくさんいらっしゃるんですけども、その方っていうのは、やっぱね、年齢というものを重ねてて、いろいろ経験していかれて、で、気づきをたくさんもらえてね、自然に、このね、仕組みっていうのが、分かっていくんですね。なので、そういう方って皆さん、やっぱり周りに愛されて、すごく幸せな時間を過ごされて、お迎えが来るわけなんですけど、まあ、そんな風にされていらっしゃる方も、私の周りには何人かいらっしゃいます。お聞きのね、ラジオをお聞きの皆様が、まあ、10代、20代、30代、40代、50代ね、いろんな方いらっしゃると思うんですけども、この時間っていうのをね、どのようにお過ごしでしょうか。どんどんね、こう時間っていうものは、まあ、測る物差しなんですけどね、まあ、どんなふうにこの、魂をね、積み重ねていくかっていうのがすごく大事になってきます。で、意も、職も、その年代でしかできないものがね、ありますよね。まあ、ファッションとかもそうですし、経済的なことも、まあね、今の時代はそうですし、その今の年代に、あったものがあります。で、私たちがいろんなものをこう乗り越えていくには、もう少し先をね、生きなければなりません。で、うんとね、長生きしてそこまで行くか、もうそれか、たどり着いてしまうかなんですけども、例えばなんですが、質なんですけども、これは、何かのね、本で見たんですけどね、まあ、どこでも、よれよれの、どこにでもこう、よれよれのね、格好で、ジャージで、行くような、生き方をしている方には、そういうね、よれよれのジャージの人生しか、やってこないっていうね、そういうのがあって、すごく、まあ、自分のこう、腑に落ちたというかね、スコンと落ちたんですけど、まあ、これは極端なんですけど、自分を大事にできていない、大事にできない方はね、人は、人をね、大事にしているようで、結果ね、大事にできていないっていうようなこともあるんですね。なので、本当にね、少しでもいいので、例えば、女性でしたらば、普段ね、つけてらっしゃる、まあ、香水であったりとか、まあ、何でもいいので、少しね、質がいいものをつけてみたりとかね、普段飲むお茶に少しだけ時間かけてみてあげたりとか、で、いいものっていうのはね、いいエネルギーをいっぱい、持ってくれるので、体もね、すごい綺麗にしてくれます。で、食べるものでもね、そうなんですけども、
買ってきたトレイのままではなくて、少しお手間なんですけども、お気に入りのお皿に移したりとか、それだけでもね、質っていうのは、うんと変わってきます。その瞬間ね、買ってきたものが、我が家のおかずになるわけなんですね。で、これからっていうのは、エネルギーのそういう良し悪しが、ほんと天と地ほどにね、出ますので、日頃からほんの少し意識して過ごされると、ますますね、良いことが起こってくると思います。で、ラジオのね、お聞きの皆様、またね、こういうのをこう実践するにあたって、やっぱりね、知らない方もとても多いので、そういうね、知らない方とかに分かってないなとか、ダメだなとか、で、こうね、思ってしまったりするのは、こう、スタートラインのね、違いだけなんで、あ、この方はまだこの段階なんだなって、待ってるよっていう感じで、今、皆様を取り巻きます質を感じ、大事にしてくださいませ。開きつなぐのは、あなた様でございます。今週の姫ごと、空気は大きくなっています。大きく本当に大きいです。今まで準備してきたものたちはその形を表します。一人一人の小さい命は少しの力でも大きく変化します。大きな力に変わります。水に落ちた一滴が広がり、やがて大きな波になるのです。あなたたちは今まで何をしてきたのですか？知恵の使い方、もっと大きく視野を広げなさい。そして、あなたたち一人一人の心を清らかにしなさい。探り合い、押し付け合い、この小さな命の行動が大きな世界となるのです。拡大です。星が大きく動いております。やがてこの地球は全宇宙の一つとなり、光の星となるのです。その準備です。恥ずかしい生き方をおやめになった方が良いでしょう。皆、一人一人が器となるのです。いうことになったんですけども、初め穏やかに始まり、途中で非常に激しくなりまして、ですね、はい、実は、私とってもちょっと、ね、言葉をもらうときに、お叱りを受けましてですね、こんなにね、大きなことをさせてもらっておりまして、言葉までいただいているのに、行動も改めて、ちゃんとね、体も清めないといけないのに、週末かなり、自堕落な生活を送ってしまったわけです。質の話をね、したんですけども、いいものはこう、取ってたんですけどもね、少し悪い気の中に、長い時間いることが
ありまして、で普段だったらそんなものはね入ってこないようになってるんですけど、フィットに隙ができちゃったんでしょうね。でしばらく頭の周りのとね体の周りに重たい変な空気がこうまとわりついておりまして、でこれはいけないと早速浄化したんですけどもね、日頃からもうね特に気をつけなさいということでした。でそんな時ね私がしていることなんですけども、お風呂をね使った、まあ、浄化をちょっとご紹介しようかなと思います。で私にねこういうことのきっかけをもともとくださった気功師の先生がいらっしゃるんですけども、おばあちゃん先生なんですけども、お水は浄化してくれるから悪いものが入った時はお風呂に入ってくださいって言われてからね、もうずっとそういう風にしております。で特にね本当にしんどい時なんかはシャワーじゃなくてちゃんとお風呂です。で塩バスソルトでもいいので、普通のね入浴剤じゃなくってお塩の入っているものがおすすめです。で肩までね思いっきり浸かりまして、で背骨のねちょうどこう尾てい骨あたりからずっとこう息を吸っていきまして、頭のてっぺんからその入ってきた空気がふわっとね吹き出していくようなイメージなんですけどもね、吹き出すまでこう出していくんですね。今ちょうどねこう生放送の特権をちょっと活かしてね今リアルタイムで聞かれている方はぜひね一度やってみてください。ちょうどね尾てい骨のあたりからずっとこうね鼻からこう空気を吸っていくんですけど、ずーっと吸っていって頭のてっぺんから出す。で頭までこう出ない方は頭のてっぺんまであんまり開いている感じがない方は頭のその中にその空気がねずーっと広がって入っていって頭がいっぱいにね頭いっぱいに広がったらまた背骨を通って尾てい骨からそのお風呂のねお湯の中にそのいろんなものね悪いものとかを全部含んだ空気が溶け出していくようなイメージでやってみてください。で何回かしてますと体はすっきりしてきますし、調子がね良くない時ほどびっくりするぐらいお湯が汚れます。特にね悪いな重いなっていう時はね結構わかるので、ぜひね私のおすすめでございます。で少しもったいないんですけどもそのお湯は流してしまってくださいね。さて今夜の姫ごと3回目、いかがですでしょうか。また質問等ありましたらお茶のところにお返しした後で、またね心を込めてお答えいたします。姫の姫ごと、お相手は姫でした。では皆様の夢枕でお会いいたしましょう。はい、皆さん今夜の姫ごといかがだったでしょうか。まだ3回目ということでね、姫よりも私が全くちょっと、いろいろとテンパっておりますけれども、今夜もいくつかいろいろとこのチャットをいただきまして、そうですね、ご質問っていう内容っていうのが、あるんでしょうかね。まあ、最初の頃はこんばんはこんばんはというような形でね入られて、現代のゲシュタルトボーイですつって、はい、実名とは言わないですかね、アマモンさん毎度です。なんでアマモンさんってわかるんだろうね。お気に入りのお皿、そういった何でもないことに気づけるような心の余裕を持つことが大事なんですねっていうことで、42分なので姫の話が始まった頃の
ことなんでしょうね。心の余裕を持つことっていうね。はい、それからまた、はい、別な方が、空気は大きくなっている、一滴が大きな波になる、細かくても粗くてもどんな波動でも増幅されるって感じですかっていうね。はい、これは45分ぐらいの、まあ大体5、6分前ぐらいにいただいた。ありがとうございま す, です、ね。はい、それから他にですね、第7チャクラから第1チャクラへ、はい、ということですけれども、はい、どういう話なのか、大体あの姫の方にはまあ分かると思うんですけどね。あ、そうですね、はい、はい、どうぞどうぞはい、あの どっから行きましょうか、そしたら、はい、それからあのあ、おっちゃん花粉症ですかって言って、あのまあそういうふうな声に聞こえてるんでしょうね。はい、花粉症ではないんですけどね、はい、なんかマイクが花粉症みたいですねそれから次にですね、お塩の代わりに重曹ってどうですかっていう話ですけど。そうですね、あのそうですね、重曹もねおすすめです。ただ、こうちょっと私的にはそのね、浄化っていうのに対しては、お塩の力って結構すごいので、あのバスボムとかね、そういうのをこう作ったりとかねされる方なんかは重曹を入れるんですけどもね、そんな感じでこう一緒に使ってもらってもいいと思います。はい、一緒に使ってもらっても大丈夫だということでございますのでね、はいはい、それから途中で天文さんがこれがログインされたんでしょうかね、天文っていうような形で、入ってですね、 ID って言いますか、はい、毎度ということで、それから、その次にですね、おっちゃん緊張してるんですかみたいな感じで、はい、おっちゃんもいつも緊張してますよね全然手慣れないもので、はい、こういうこのなんて言うんでしょうか、自分の番組じゃない番組っていうのは非常に緊張しますねはい、ということでね、だからなんかわおーみたいな感じで、はい、で、あの森塩とかしますもんね。重曹は重曹で歯磨き流行ってるそうな、重曹あじゃなくて、重曹は重曹で歯磨きが流行ってるそうなっていうことですけど、重曹での歯磨きですか。あ、今ね流行ってますね。結構慣れるまでは結構癖があったりなんですけど、すごいすっきりしますよね。うん、なるほど、そうですね、はい、そのような感じなんですけれどもね、はい、はい、そうですね、そしたらそうだな、まあ身近なところなんですけどもね、そのね、お皿の話ね、初めの方にあったんですけども、まあ本当にね、これ実はですね、まあ、たまたまこの姫ごとのね、ちょっと打ち合わせということで、おっちゃんのとこに、お邪魔したときにですね、私、お土産で、パンを大量に持ってきたんですよ。で、ちょっと持ってきすぎちゃったなと思ったぐらい持ってきちゃったんですけども、それをね、その袋のままじゃなくって、ちゃんとね、お皿に持ってくださって、で、それもね、食べやすいように、つまみやすいようにね、切ってもらったんですね。そしたら本当にその、まあ、お土産のパンが本当に、ちょっとした、こう、おかずになりまして、家とかではね、まあ、本当に、普段からやってることなんですけども、こう、誰かのお家でそんな風に、こう、してもらってっていう時に、結構ね、なんかこう、あって感動しまして、今日はちょっとそんな話もしたいなと思っておりました。日常の中にね、たくさんそういう、きっかけって、気づきのきっかけってたくさんね、ありますので、一個一個ね、こう、探していかれると、すごくね、楽しいと思います。はい、ということでございます。はい、それからですね、ちょっとまあ、面白いコメントとかもね、いくつかあるんですけど、はい。はい、お塩の代わりに、はい、USO800 で囲んでもいいですかっていう、姫はこの USO800 ってご存知ですか。あ、私ね、お話は聞いたことがあるんですけどもね、はい、
俗に言うあの U8 っていうやつでね、はい、あのこのとんがったところから電子が出たり入ったりする、はい、そしていろんな奇跡を生むってやつね、はい、はい、あ、もうそうですね、それもねすごくいいと思います。あのそのね、方法を知っておられる方っていうのは本当にそれはいいと思いますね。ぜひぜひやってみてください。お風呂でね効果また試してみられたらちょっと感想とかもぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。お風呂で嘘800囲んで、に囲まれてね、面白いですね。どんな効果できるんでしょうかね。ねえ、うん、でまあほほほほほっていうコメントとかですね、まあ塩サウナとかありますしねっていうコメントですね、はい、はい、それからお皿も大事なんだっていうことなんですけど、うん、まあお皿も大事なんでしょうかねそうですね、そういうまあそのあれですね、このちょっとその自分をこう大事にするっていうねきっかけなんですけどもね、あとこうお皿に盛り付けてもらうのもこう思いやりですよね。一個こう手を通してするっていうことなんですけどもね、やっぱりこう誰かの手に渡ってで何かをこうしてあげるって時にこういいものって入ってくると思うんですよ。でちょっとそういう感じかなとね思ってやってもらえたらと思います。はい、なるほどですね、はい、お皿に盛る思いやり心遣いですねっていうことですけどね、はい、そういうコメント入っておりますが、それからねお風呂にねアルミの塩水を置きましたよっていうことで、まあこれが先ほどのあの USO800 の、話につながったことなんですけどね、はい、置きましたやられたんですね誰かね、うーん、はい、よく温まりますよっていうことなんですよ。そうですね、効果お水はねやっぱり動きますからね、うんうんうん、ねなるほど、体の芯までこうぐわっとなんか潜り込んでくるって感じですか ね中にぐっと入りますよね。はい、でウソハチっていうのは先ほどのね USO800 ですけどね、はい、あのコメントでウソハチでお風呂沸騰してゆでだこになるんじゃわおっていうな、まあ、ゆでだこそうですね、ねもうなりそうですね、このねお湯がものすごく早くこう動き出すかもしれないですね。ああなるほど、すごいですね、ちゃんと回答していただけるんですねこういうコメントで、はい腕だこは本当に腕だこになると思ってますかいやなるかもしれないですけどね、はい、まあ、今のところねこの時間帯で入っているコメントっていうのは、まあ、そういう感じなんですけどね。あ、はい、ありがとうございます。なんか姫の方からもありますでしょうか。あ、そうですね、そうですね、まあ、本当にまあ、ちょっと今度次回はこのエネルギー4回目は今まではこうね音とかそういうあんまりこう人と音とかね色とかそういうものをやってきてたんですけども、今度はこうね人対人っていうのについてお話ししていきたいなと思います。またね私自身も3回目で本当にたどたどしいんですけども一生懸命ねやっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、あとまあ最後の方にね、はい、まあゆでだこの話でね、ゆでることないですがビリビリしますっていうことでね、あ、じゃあゆだることないですがビリビリします、まあそのなんかやっぱり電子が飛んでるんでしょうか、なんでしょうかね、でまた他の方がですね、はい、ならないかって笑いありがとうございますって言って、でそしてさらに続いてビリビリすげえ、はい、っていうような感じのね、はい、そういうコメントが入っております。はい、じゃあまた来週もですね、はい、こういった形でチャットで、直接その時に、まあ、リアルタイムにちょっと姫にまた姫ごとをちょっと語っていただけるということですので、チャット参加の方もね
皆さんぜひお願いしたいなと思うんですけれども、はい、姫いかがでしょうか。あ、はい、そうですね、まだまだね、不慣れなところもありますが、ね、一生懸命お答えしていきたいと思います。今回ちょっとね、本当に私お叱り受けたのが結構ショックだったんで、体をこうきれいにしていろいろね清めた状態でしていきたいです。はい、そして最後ちょっと、11時回りましたけども、相性って感じの内容ですかっていうことだったんですけども、これは人と人ですね、次回のテーマですね。はい、ということでいいんでしょうかね。あ、そうですね、相性ですね、その相性の話もして中にはこうちょっとこう入れていこうと思います。はい、じゃあ、はい、今日のじゃあ放送は、これぐらいということで、あと番組の方はアーカイブでユーストリーム、それから YouTube の方に、残っていきますので、またその動画を見られながら、あるいは聞かれながら、そこにそのコメントをいただいてもありがたいなと思うんですけどね。はい、今日このなんていうんですか、チャットを入れ忘れた、あるいはこのなんかこう後で気づいたとかですね、そういったこともどんどんコメントとかで入れていただいたらいいかと思います。はい、それでは姫様、今夜は、以上ということでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、それでは、今夜の姫の姫ごと以上で終わっていきたいと思います。それでは皆さん、来週もまたよろしくお願いします。どうもさよなら。ありがとうございました。